エンマ・フォン、アンハルト・ベルンブルク・シャウムブルク・ホイムは、バルイコール・ピルモント・コー・ゲオルク二世の日。エンマは、アンハルト・ベルンブルク・シャウムブルク・ホイム・公、ビクトル二世とその日でナッサ・ウバイルブルク・公、カール・クリスティアンの娘である、アマーリエの間に生まれた。四人姉妹の三女で、姉妹たちと一緒に、アンハルト地方のホイムの宮廷で恵まれた、少女時代を送った。1812年に、 父と王子のフリードリヒが相次いで死んで、アンハルトベルンブルク・シャウムブルクホイム公家の男係が、大多際、4姉妹は、公領の一部ホルツァッペル伯爵領とシャウムブルクを相続した。しかしこの女子相続の不法性をめぐって1828年に、本家アンハルトベルンブルク家との間で争われた裁判では、姉妹たちに不利な判決が出ている。 エンマは1823年6月26日、バルデック公ゲオルク二世と結婚した。1845年に夫が死ぬと、エンマはその遺言により未成年の後継息子に代わって国務を遂行すべくバルデック公国の摂政に就任した。エンマは同国の最高権力者として、バルデックの軍隊を同盟軍としてプロイセン軍に派遣参加させることを決め、 プロイセンへの従属度を非常に深めた。1848年革命が勃発した際に、新しく召集されたバルデックの両方議会の全会一致の決議により、エンマは広告摂政としての権力を失った。エンマの摂政時代は、バルデック広告にとってその国家形態が完全に作り変えられた最も重要な時代だったとされている。 夫ゲオルク2世との間に産卵事情を設けた。ありがとうございます。